中澤遥候補生です。よろしくお願いします。お願いします。養成所の1年間でご自身強化されたポイントはどのあたりにありますか？はい、一番強化されたなと思う点は、ダッシュ力だと思います。1年間養成所で、印象に残っていることを教えてください。印象に残っていることは日々の訓練です。将来的に憧れている選手がいましたら教えてください。同じ同県の柳原真央選手です。それでは最後に明日からの卒業記念に向けて意気込みをお願いします。悔いのないレースをして、皆さんに、しっかり、応援してもらえるように頑張ります。